わ、すごいな。画面が、タイトル画面が結構かっこいいですね。はい。音が鳴らないから、ちょっともうしょうがないですね。ちょうど、ビューイングの音楽流れてるから、ちょうどいいかもしれないです。シューティングゲームとして。バックミュージックは。あ、やられた。なんか独特やな、これ。独特のゼビウスですね、これ。地上物壊しにくいな、これ。あ、やられた。なんか見た感じ、ゼビウスには見えないですけどね。地上物壊しにくい。あ、今一個壊しましたけど。あ、やられた。後ろから来るとか怖いな、これ。弾が多いな、めっちゃ。あれ？何に当たったんかわからない。残機は結構ありますな。韓国版のそのだけのゲームっていうのがあるんですね。アンドアジェネシスがどんな感じなのか。あ、バキュラ出てきた。バキュラですね、これ。相変わらず壊せないですね。うわ、敵の弾多いな。あ、やられた。あー、ゲームが欲しいな。アンドアジェネシス見てみたかったな。はい、まあいいや。こんな感じなんや。あ、音楽ファミコン版とほぼ同じや。音質までファミコン版と同じや。まあまあね、単純な曲ですからね。見事にファミコン版と全く音質まで同じ。あ、しまった。なんで倒せないの、この丸いやつ。えらい弾多いな。だ、弾がこれ、また、なんていうか、なんか点滅してるから分かりにくいですね。弾が、なんていうのかな。
なんか知らんけど、ソロバルが消えるときあるな。なんなんやろな、あれは。あ、死んだ。これバキラですね。さあ今度はアンドアジェネシスは見れるかどうか。前回の音がない時やった時はアンドアジェネシスまで進めなかったですからね。これか。あれ？また消えたな今ソロバル。え、ゲームオーバー。ちょっともう一回もう一回。なんか死ぬ時が分かりにくいなこれ。これも当てにくいしね、結構なんていうのか、地上物も当てにくいんですよこのゲームね。また消えたしな。あれ消えた時って死んでるってことなんかな。弾が点滅してるからなんかよくあの避けるの避けにくいっていうか分かりにくいんですよね。ほらほら、これ多分死んでんでしょうね、おそらく。消えてる時っていうのはよくわからないですけど。狙いにくいな、地上物。あ、できた。アンダージェネシス。これか。でも倒せなかったね。通り過ぎただけだったね。あんまり迫力なかったね。なんかミニアンダージェネシスって感じがするから。あ、やられた。今、多分死んだな、今のは。でかいアンダージェネスがいるのかな、もしかして。もっとでかいやつが出てくるのかな、後で。バキュラ。バキュラが弾を撃ってくるなんてね。敵、弾が多いなあ。あー死んだ。これ白と黒で弾が点滅してるから余計分かりにくいねんな。地上物倒す余裕がないもんな。あー、やられた。ピッて言って死ぬからなぁ。よくわからんな。ボーンっていう感じじゃないもんなぁ。わかりにくいわ。敵の弾が大きい、多いね。めちゃめちゃ多い。弾幕が。あ、これ、あ、これ違うな。アンドアジェネス、あ、じゃアンドアジェネスじゃないな、これ。さっき出てきたのも多分違うな。ただの地上物が、の敵ですね。だからまだ出てきてないでしょうね。
なかなか出てこないですね、アンダージェネシス、このゲーム。ないのかな、もしかして。こんなに進んでてもアンダージェネシス出てこないですからね。あ、なんかこれそれっぽいな。違うか。今のなんか黒い玉、あ、これや。これアンダージェネシスや。初めて。あ、でも倒せなかった。まあ見れたから良かったですね。でもえらい先でしたね。だいぶ先ですよね。あ、死んだか今。死んだ時も分かりにくいもんなこれ。はい。まあ、アンダージェネシス見れたからいいでしょう。終わります。はい。はい。